感じだよ。了解です。アスナ、力になれてよかった。サポートするね。キリカ、なんでしょう。そうなんだ。エネミーを発見。了解です。投げるぞ。投げるよ。グレネード行くよ。素敵。はっ、やっ、敵がいます。上がって見えますか。はっ、やるな。スナイパーを確認。ありがとうございます。爆をかけるよ。いい感じだよ。アスナ、恐縮です。この調子でいきましょう。最高です。スナイパーだ。各種警戒。素晴らしい結果です。準備運動。これなら。行かせてもらいます。敵がいます。接近戦はいけない。攻撃が集中しています。待ってみますよ。頑張ってね。アスナ、力になれてよかった。爆風かけるよ。了解。少々手荒でしたかね。やっ、よっ、やっ、やっ、はっ、クリティカルです。やりましたね。攻撃が集中しています。グレネード攻撃。ブレイズ状態、攻め時です。アファシス、感謝を。こっちにも攻撃が来てるよ。アファシス、どうだ。頑張ってるね、ステータスさん。悪い、手伝ってくれ。素敵。練習してます。素晴らしい結果です。あっけなかったね。やりました。トレジャーボックスです。レアものか。よかったな。そうだな。撃ち抜く。逃げた。爆をかけるよ。使いますよ。敵がいます。スナイパーを確認。狙いましょう。倒しました。どうだ。やりましたね。少々手荒でしたかね。
エネミーを発見。狙いは定めました。了解。撃ち抜く。狙いは定めました。グレネード投げよ。投げるよ。攻撃が集中しています。アパッチカット。ナイスプレー。撃ち抜く。素敵。最高です。いい感じだよ。ああ狙いましょう。やるな。敵がいます。了解。アキナパワーアップしました。使うぞ。逃げますよ。回避。狙いましょう。すごいな。最高です。アファッシュありがとうございます。アファッシュ感謝を。近寄らせないで。すごいのです。倒す。酸素はダウンです。チャンスなのです。素晴らしいです。頑張ってるね。アスナ恐縮です。フェイスしてます。狙いましょう。気をつけろ。これが勝利。素晴らしい結果です。2チームモードでした。はっ。エネミーを発見したわ。最高です。接近戦はいけない。倒しました。いい感じだよ。アスナ力になれてよかった。わかりました。アスナ手応えありです。撃ち抜く。ここでサイパーだ。各種警戒。これでチャンス燃えてるわ。いい感じだよ。アスナサンキュー。狙いましょう。わかった。と、やった。スライダー、隠れて。と、で、撃ち抜く。スライダーです。狙いましょう。攻撃が集中しています。スライダーを確認。最高です。
査をお願いできます。いい感じだよアスナ。ありがとうございます。アファシス感謝を。いい感じだよグッチャン。キリト恐縮です。狙いましょう。ブレイクしてます。素晴らしい結果です。準備運動。よっ。決めます。ずいぶん奥まで来たな。エイジ、お前が探してる相手は本当にここにいるのか。わからない。僕は状況証拠から推測しただけだ。ただこの付近にいる可能性は非常に高い。ここが…そうか。結局幽霊は関係なかったみたいね。なかったの。幽霊さんなのですか。そんな風には全然見えないけど。もしかして彼女はエイジの。いや違う。サチ。はサチだろ。その顔、その声、間違いない。どうして私の名前を。あなた誰。サチ、俺だ、キリトだよ。知らない。私あなた。そう、またなのか。キリト君、解析の結果が出ました。サチさんはデータ的には NPC として扱われているみたいです。ただ中におかしなブラックボックスがあって、ただの NPC ではないようです。詳しいことまではわからないのですが。キリト、お前は彼女を知っているのか。正確には生きていた頃のサチを。彼女は SAO で死んだ。だからあの幸は本物じゃない。多分何かの残留思念のようなものだと。なるほどね。ねえキリト君、もし辛いなら。ありがとうアスナ、大丈夫だ。例えばザ・シード・ネクサスに残った残留思念が幽霊のような形をとってここに現れたと考えることはできないかな。残留思念？キャッシュデータみたいなもの？さすがに SAO のキャッシュがそのままこっちへ流入してくることはないだろうけど。でも彼女には本物との共通点が多すぎる。絶対に
偶然 SAO の幸をもとに生まれた可能性は高いと思う。そうね、完全にありえないこととは言い切れないわね。となるともっと情報が欲しいですね。サチさんのブラックボックスをもう少し解析してみたいのですが、あのブラックボックスには外部からの侵入に対抗する機構が組まれているようでした。強引に解析しようとするとサチさん本人にも危害が及ぶ可能性が。再構築が不完全なのが原因か、それとも。そうね、他のプレイヤーに攻撃されることもあるかもしれないし、一緒に行ってあげた方がいいと思うわ。そうしましょう、キリト君。わかった、ありがとう、二人とも。じゃあひとまずこのままクエストをクリアして幸を安全なところに連れて行こう。ああ、ごめん。もう一晩過ぎちゃってたか。ここは俺たちに任せて、クレハのところに行ってくれ。そうですよ、マスター。約束を破ったら、